Hi everybody, how are you doing? Are you looking for how to speak English well? Or have you done already? If you're still looking for how to do it, I would like to show you how I would like to recommend you shadowing. Have you ever heard about shadowing? So if you keep practice of shadowing, I would recommend, I think you can speak English well. So, if you are interested in about it, I'll show you how to do it. So, let's get started like this. Inside the door. I'm a little old to trick or treat, but damn, you gotta get me some sticky sugar bombs. What is sticky sugar bombs?初めから、早いスピードでは、できないと思うんですけども、方法としてはですね、まず最初に、呼吸法を変えて英語の子音の音がちゃんと出せるようにしてください。英語の子音は、肺からこう、ね、出る音、吐く息ですね。これを、下唇とか唇で邪魔したね、邪魔された後に出てきている音が真の音です。ですので、邪魔した時に息が、ね、弱いと邪魔されてはっきりの音に、はっきりした音にならないので、英語の、アルファベットがちゃんと、ごめんなさい、英語の単語が話せない、ここに理由があります。ですので、はっきりと話せないな、真の音がはっきり出せないっていう方は、まず整体に行って肋骨の筋肉、横隔膜の筋肉を緩めてもらって、たくさんの空気が肺の中に入れるようにしてから、腹横筋っていうお腹の深部の筋肉を鍛えて、はっきりした、力強い音を出して真の音をちゃんと作ってください、ね。そしたら今度はシャドーイングなんですけども、 0.5 のスピード、 0.75 のスピードで始めてもらって、そして、今自分でシャドーイングで聞いたものを英語の字幕スーパーで、文章を読んでください、見てください。で、できれば、日本語がついているものがベストです。そうすれば脳の中で、この英語は日本語で何ていうのか変換すると、初めて英語の、意味が分かっている単語フレーズが脳の中に入ってきて、それをどんどん繰り返すことによって英語の方ができます、ね。英語の方が一回できると自分が思ったことをスラッと英語で喋れると思いますので、皆さんが、なりたい、ね、なんかネイティブスピーカーのように話したいと思うんだったらシャドーイングがおすすめですね。どなたも手順を間違えなければきちんと英語が話せると思いますので、頑張ってみてくださいね。それでは。